今回の報道について目覚ましテレビが官報声明に問い合わせると、不適切な販売という認識はなく、契約者にはしっかりと説明し納得してもらった上で契約を結んでいる。官報声明は去年11月分の新規契約について社内調査したところ、元の保険を解約し新たな契約を結ぶ、いわゆる乗り換えがおよそ2万1000件あったそうです。しかしそのうちおよそ5800件で保険料が高くなるなど、契約者にとって不利益ともいえる契約があったということ。またそのうちの300件を実態調査したところ、数十件で変更内容を理解していない契約者がいたということです。このことについて官報声明は、結果的に契約者に理解してもらえなかったことについては反省しております。保険評論家の山野井氏はこの官報声明の乗り換えをめぐり、知人からこんな相談をされたといいます。昔の終身保険から今の終身保険、こちらの切り替えっていうのをアプローチされてるっていうケースがあるんですね。70歳をこの超えた時点でですね、保険料が高くなってるにもかかわらずそういうアプローチを受けてるという実例がありますからね。その人物は69歳の時、月の保険料がおよそ1万2000円で、死亡時に100万円が支払われる終身保険を契約しました。ところが3年後、その終身保険を解約し、新たに月の保険料が4万9000円で、死亡時には500万円が支払われる終身保険を勧められたといいます。しかし契約者の月収はおよそ5万円。山野井氏によると、突然保険料が4倍となる勧誘はありえないといいます。また官保生命が新規の契約にこだわる理由は他にもあるといいます。新規の契約を取った方が手数料は大きいわけです。今回の背景については、生命保険業界の熾烈な顧客争奪戦もあるのではと指摘。その官保生命を傘下に置く日本郵政長門社長は昨日の記者会見で、不適正の定義によるんですけども、しっかりお客様の債務をいただいてですね、やってるわけばっかり、何かこう法に関するようなルール違反をやったというふうには考えてございません。ただし指摘されているようなあったということですから、この適切な定義によるんですけど、そこについては我々反省しているということでございます。これが本当にその人の収入あるいはライフスタイルに合った契約だったのかどうかということですよね、はい、失った信頼を取り戻すのは大変だと思いますね。一部報道によりますと、この件について金融庁も調査に乗り出したということなんですが、官報声明によるとお答えできないとの回答でした。